五感駅は群馬県利根郡水上町五暇にある東日本旅客鉄道上越線の駅である。単式ホーム一面一線、島式ホーム一面二線の合計二面三線のホームを有する地上駅。このうち中線は上越新幹線開業後、しばらくしてホームに柵が設置され、ホーム番号も欠番となった。二つのホームは駅舎の沼田寄りにある。 屋根付きの古墙橋で結ばれている。当駅はその他側線を2本持っており、これらはいずれも3番線の北東側にある。1本は駅の間巻き方で本線から分岐しホームの沼田方で再び合流するもの、もう1本は1本目の側線から間巻き方で分岐して沼田方に進み、駅の構内中ほどで再び1本目の側線に合流するものとなっている。 1961年地区の駅舎は、コンクリート作りの建物で、大きな切り妻屋根が特徴的である。外部から見て、左側が駅津と無室、右側が独立した待合室となっており、間にコンコースがある。水上駅管理の無人駅。その他自動券売機1台、簡易追加改札機、乗車駅証明書発行機が設置されている。当駅の発車メロディは、 ふるさと、みなかみが使用されている。JR 東日本によると、2000年度から2017年度の1日平均乗車人員の推移は以下の通りであった。利根川対岸の名ぐるみ城より望む五貫駅、周辺駅周辺は、みなかみ町の中心部である。駅前広場を抜けた先の群馬県道61号、沼田水上線は交通量が多く、この道に沿って、 商店などが立ち並んでいる。駅の西100メートルほどのところには、五貫駅前間郵便局がある。駅の南西すぐのところには、水上町役場がある。これは、かつての月夜野町役場で、2005年10月1日、月夜野町、水上町、新張村の合併で、水上町が成立したことにより、水上町の役場となったものである。駅付近では、 上越線とほぼ並行する形で、関越自動車道が走っており、駅の東約1キロメートルのところには、月夜野インターチェンジが設けられている。み上町月夜野は、当駅とは、利根川の対岸であるが、群馬県道273号五貫幅線が、当駅の近くから伸びている。月夜野にも、人家や商店などが多く立ち並び、月夜野郵便局、 沼田警察署月代の駐在所、都根沼田学校組合立利根商業高等学校、水上町立月代の中学校、水上町立桃の小学校などがある。その大駅からは、奥平温泉、湯宿温泉、赤岩温泉、猿ヶ京温泉、川湖温泉、法師温泉などの各温泉へ交通の便があり、観光客による当駅の利用がある。 駅前広場と県道にそれぞれ設けられているバス乗り場からは路線バスが発着し、駅前にはタクシーが客を待っていることが多い。なお、駅とは、利根川の対岸にあたる北西およそ 2km の地点には上越新幹線の高下高原駅がある。高下高原駅の営業キロ数は当駅のものを巡用しており、乗車券は一部のいわゆる特特切符を除き、 高下高原駅と洗濯乗車が可能となっている。また、駅前広場のバス発着場の隅には、バスの方向転換用の転車台がある。駅周辺の観光スポットとしては、以上の他に、月夜のビードロパーク、殴る見城市、張付け茂左衛門ゆかりの茂左衛門地蔵村などがある。駅前には、バス用のターンテーブルがある。かつて、当駅3番線ホーム向かいに、 生態保存されていた蒸気機関車 D51498 は現在 JR 東日本の観光列車を牽引している。横浜博覧会開催の目玉として蒸気機関車を復活、運用させることになった。もっとも保存状況の良い生態保存機を探した結果、この D51498 と 交通博物館に展示されていた C57-135 の状況が良好と判明し、蒸気機関車といえばで5位置だろうという理由で、D51-498 が選定された。その合理園と急行牽引の大役を務め、現在は、SL 群馬水上などの JR 東日本のイベント列車の牽引機として活躍中である。運行回数も多く、臨時列車というよりは、 上越線の週末の観光列車の間があるが、同社の里帰りの意味が大きいため、SL 群馬みなかみは小さな駅にもかかわらず、当駅に停車する。ありがとうございます。